三角母のドーニーでセーリングする人。イスラーム世界では伝統的にこのような一つの大きな三角母の船でセーリングを行う。EN レーザーラジアルディンギーでセーリングする人ヨーロッパ式のセールプランのセーリングクルーザーでセーリングする人々。この写真はタッキング中。三本マストの小船でのセーリングの例。インドの小船。北米のナラガンセット湾にて。 セーリング、セーリングあるいは搬送とは、方の表面を流れる風によって生ずる揚力を利用して水上などを進むことや滑走すること。陸上での馬車の運転という伝統的な行為があるように、水上で行うセーリングという行為があり、セーリングは伝統的に様々な目的で行われており、航海のため、貿易のため、漁のため、戦争のため、レジャーのため、 競技のためなどに行われている。近代以降はセーリングで競技を行うことも行われるようになったので、競技セーリングのこともセーリングとしていることがある。陸上交通での安全運転と同様に、海事でも安全航行が最重要事項であり、セーリングでは安全が最優先である。法を用いる乗り物はすべてセーリングの原理を利用している。伝統的な帆船。 ヨット、プレジャーボート、リンギーだけでなく、ウィンドサーフィンなどもそうである。本記事では、まず長い長い歴史を持つセーリングの基本技術について解説する。基本技術や原理というのは、セーリングのごく一部に過ぎず、足りないので、次にセーリングボートでの実際の、セーリング選定方法、港に停泊中の状態から、もやいを解いて岸壁から離岸する方法。 セールを広げる方法を段取り、天候などに応じたセールのタイプの変更、高天時のセーリング、気候時の着岸の方法などを解説することで、セーリングと呼ばれる一連の行為の全体像を解説する。また水上交通上のルールとセーリングの関係、航路とセーリングの関係等、また世界の様々な海、海域で行われているセーリングという行為の状況、 等々についても解説する予定である。セーリングには数千年以上の歴史がある。セーリングは航海や漁や戦争や探検のために行われてきた。セーリングは奥深い技術である。書籍でじっくりと解説する場合は数冊程度以上の内容。ページ数にして数百ページ程度以上の内容になる。だが、その基本中の基本ならば、 数ページ程度で一応解説できるので、この記事では基本中の基本を解説する。ほとんどのセーリングの教科書では、まず第一歩として、セーリングボートの図解と各部分の名称の解説、そして次に、風の向きとセールの間の角度と推力の関係を説明している。よって、この記事でもそれを採用する。そしてもし可能であれば、その後に、 小舟でのセーリングの技術の体系についても解説する。以下、まずは、比較的簡単な小型中型のセーリングボートでの、セーリングについて解説していく。セーリンググルーザーの、各部分の名称セール各部名称ピークまたは、ヘッド上端部、ラフ前円部、リーチ後円部、タック各部、クルーゴグー部、ローチリーチの辺より、円弧状にはみ出た部分、フット下辺部、 バテンポケット、テルテールザミセーリングの入門書では、まず、風の向きの概念や、風と船体とセールの向きの関係についての説明から、始めている本が多い。第一歩の知識なので、この記事でもそこから解説する。風と船体とセールの向きと水力などの関係入門書では、その次の段階として、CE と CLR についても解説されていることが多いので、 この記事でも2番目に解説する。CE と CLR なお、セールが風によって生み出す力について、物理学的な知識も得ること、例えばセール面を流れる、空気の流れ、揚力、空気の剥離、渦の発生、といったことを理知的に理解することは、19以上のセーリングでは大いに役に立つ。はそういった理論を理解していなかったがうまく、セーリングをしたし、 現代でも入門者はそこまで完全に理解する必要はなく、とりあえず実際のセーリングを始めることができる。真の風とは風の海面に対する風向や風速のことであり、これは海面の風門を見ればわかる。見かけの風とは船に乗っているものから観測される、移動している最中の船の船体に対する風の風向や風速のことであり、いわば相対速度であり、 これは、マストの頂点や下部に取り付けられている、風見を見て判断することができる。風とセールの向きの関係につけられた、名称、水力の有無。青色の矢印が、風の向き蒸気の角度は、真の風に対する角度である。船に乗っているものには、見かけの風が感じられ、その角度は、真の風の角度とは異なる。セーリングクルーザーのキールの例。 このキールが水をしっかりと捉えて、効力を発生させることで、セールで発生した力と合成された力が水力となる。ここまで水中に向かって、ナイフのように突き刺さる細長いキールでなくても、大航海時代の小船のような、船首から船尾方向へと伸びる長いキールでも、横方向から見て、総面積が十分にあれば、十分に効力が発生する。船の底のキールが、 水中深くに入り込んでいて、しっかりと水を捉えて、効力を発生させることで、セールが作り出す力のベクトルと効力のベクトルが合成されて、初めてセーリングは可能になる。つまり様々な方向へ進むことが可能になる。ヒールの効力がないと概ね船は、ただ単純に風下へ流されていくだけになってしまう。方向変換セーリング中に、風上方向に停止を向けることを、 ラフィングという。逆に風下方向に停止を向けることをベアリングアウェイという。方向転換セールボートの方向転換は、基本的にはラダーを左右どちらかに操作することで行う。ただし、それと同時に風に対して進む角度に応じて、セールの向きも調整したり、大きく変更しなければならない。風上に向かいながら、方向転換して、ブームを入れ替えることをタッキングという。 また風下に向かいながら方向転換してブームを入れ替えることをジャイビングという。タックとは風を受けている弦を指すがラフィングして選手を風上に向け風軸を越えて方向転換し風を受ける弦を反対側にすることでブームを入れ替えることをタッキングという。ジャイビングとは風下に向けてセーリング中ランニングを越えて方向転換してブームを入れ替えること。 風を受ける弦は反対側になる。弱風、中部下でジャイビングを行うことは可能である。ただし、タッキングと異なって、ジャイビングには多かれ少なかれ危険が伴う。ブームは左右が変化するときに、ある段階になると風をはらんだセールの力を受けて、猛烈な速度で動きがちであり、不意をつかれた乗組員の頭部をブームが直撃して、負傷させることがあるということは、 セーリングの教科書でもしばしば取扱説明書の警告文のように解説されている。ジャイビングはラダーを切るだけでもブームは左右反対に勝手に動きはするが乗組員の頭を直撃したりしないようにジャイビングを行うときは念のために必ず誰かがブームを手で持ちつつ移動させよと解説している解説書もある。特に強風下でのジャイビングは 非常に危険で、風によって猛烈な力がブームに対して働き、人の腕では抑えようとしても抑えきれないほどの大きな力になり、ブームを抑えようとした人が吹き飛ばされてしまったり、ブームが左右入れ替わり反対側でシートの長さの限界点に到達し、バンッと急停止する瞬間に、物理的に非常に大きな力が増すととブームの、 接合部分に加わり、ジョイントの金具が破損してしまう事故が起きがちである、といったことも公開中に起こしてしまうと命にも関わる、などのことも、セーリングの教科書には書かれている。そうした事故が起きないように、強風化では、あえてタッキングで方向転換するということも行われている。クルーザーでは、メインシートにテンションをかけたままジャイビングを完了させる、コントロールジャイブが通常である。 またクォーターからランニングを搬送中は、安全のためバウからブームにロープを張りブームを固定したりしている。なおセーリング時は、セールの CEE と停滞の CLR の位置関係も考慮しなければならない。CE が CLR より後ろにあれば、風上に向かおうとする性質が生じ、CE が前にあれば、風下に向かおうとする性質が生じてしまう。 またオーバーヒールによってもウェザーヘルムは生じる。CE と CLR がぴったり垂直関係にあれば、風上に向かおうとする性質も風上に向かおうとする性質も持たず、理論上は理想的ではあるが、実際のセーリングの時に CE と CLR がぴったりと上下になることは、まずない。つまり、ラダーを正確にまっすぐに保つと、深度がわずかずつ風上へとずれていったり、 風下へとずれていったりする。よって通常、セーリングをしている最中は、ヘルムという性質を打ち消すようにわずかにラダーを切る。ラダーを当てた分は、効力となる。その程度はラダーを切る角度による。わずかな角度であれば効力は、ほとんどない。大きな角度では、効力が大きくなる。発光した、セーリングの仕方で十分である。通常、 CE と CL の微妙な位置のズレは常にある。基調面に調整するとなると、セールの面積をいじって、CE を調整ラダーのところに戻るラダーの当て具合の確認ズレが少し残っていることに気づく。また、セールのところへ移動し、前後のバランスをいじる。といった作業を行ったり繰り返したりせざるを得なくなり、セール面積をあれこれ修正している最中は、次線の周囲の海面。 海域をしっかりウォッチすることがおろそかになり他の船舶との衝突などの事故が起きがちであるし通常の高校では安全高校が一番大切なので舵事を当てることで解決し高校を続行するただしこれも程度の問題ではあるのでもしも CE と CLR の間に極端なズレがありあまりにヘルムが極端に大きすぎてラダーの抵抗が原因で 極端に効率が落ちすぎていて困る。などと判断される場合は、ジブセールかメインセールのどちらかの面積を変更して、CE の前後位置を修正する。競技セーリングの時は話が異なり、物事の優先順序が変わり、安全運行よりもしばしば少しでも上位でゴールするの優先順位が上がりがちなので、ヒール角度、操船技術、 チューニング等を駆使してノーヘルムを目指すことになる。ヘルムの微調整は競技セーラーにとっては腕の見せどころの一つである。水上、海上は常に危険がある。競技セーリング中に艇と艇が衝突して、その衝撃で乗組員が気絶し落水、水死する事故が起きたこともある。風のエネルギーを効率よく推進力に変えるには、 セールの表面で空気を滑らかに流してやる必要がある。セールに風を流すといい、うまくセールに風を流すとより大きな揚力を得ることができる。セールラフ部には、テルテール、語り部という意味という数センチメートル程度の毛糸とシールが一体化したものなどを多数貼り付けておいて、それのセール風下側での動きを見てセールの表面を どのように風が流れているか判断することができる。低調やメインセールを操作するクルーはメインシートをコントロールすることによって風がセール面をきれいに流れるようにする。風下が当てるテールの乱れはメインシートの引っ込みすぎを意味しセールが失速しているのでメインシートを緩めるか手をラフィングすべきことを示す。またセールラフ部がシバーする場合は メインシートが緩みすぎであることを意味するので、その場合はメインシートを引き込むか、手をベアリングすればよい。タッキングを繰り返すことで、風上の位置に達することができる。そのためには、良い上り角度と良いスピードというベクトルを目指さなければならない。また、風が下側に触れた時は、タッキングすることでより良い角度で登ることができる。レースでは、上側の位置を確保しながら、 ウェマークを目指す、この上レグは非常に重要です。セーリングをヨットと同義とする記述が一般的であったが、国際セーリング競技規則の名称にセーリングとの故障が採用されたことを契機として、セーリングとの故障が定着しつつある。ヨットという故障は、セーリングに用いる低種の位置形態として用いる傾向が顕著である。 オリンピックの競技種目としてのセーリング競技以外にもアメリカスカップに代表されるように多様なセーリング種目及び停止が損する。競技に適する地理的条件及び気象的条件がオリンピックの開催地及び時期に適合させることに困難を伴う競技形態もあることを要因とするものとされる。このように個別の競技種目としては4年ごとの開催が 不安定要因となり、選手を養成する基盤にも影響している。競技支援の公平性の観点から、非オリンピック種目について厚い選手強化の基盤整備の必要性が指摘されている。1896年のアテネオリンピックで実施される予定であったが、天候不良により中止となった経緯がある。1900年のパリオリンピックから実施された。 1904年のセントルイスオリンピックでは実施されなかったが以降の大会では実施されている。現在のヨット界で世界的に最も有名なレースはこのアメリカスカップである。アメリカスカップは1844年に設立されたニューヨークヨットクラブが建造したアメリカ号が1851年に開催されたロンドン万国博覧会の 記念行事として行われたワイト島一周レースにおいて、ナミールイギリス帝に圧倒的な差をつけ対象し、観戦していたビクトリア王女はニューヨークヨットクラブにカップを与えたことから始まった。アメリカがこのカップを得てからおよそ150年の間、アメリカ以外の国にカップが渡ったことはなかったが、近年になってオーストラリアとニュージーランドにカップが渡った。 2003年大会ではスイスが優勝し、152年の大会史において初めてヨーロッパ、そして海のない国へとカップが渡った。日本は1992年に日本チャレンジとして正式に参加を果たし、以後定期的に出場したが、資金難などにより2003年のアメリカスカップには参加していない。最高位は準決勝進出。参加するチームは最初に ルイ・ビトンカップと呼ばれる予選を総当たりで戦い、勝った1チームだけがカップを保有するクラブチームと戦うアメリカスカップに進むことができる。420クラスのレース風景、ウィングサーファー、カイトサーフィンなども CE と CLR が最初に解説されている入門書はほぼない。空気力学やベルヌーイの定理等が関係する。ありがとうございます。